来ますよ、そりゃ。だから、この姉子は絶対来ねえだろうなって思ってたんだけど、来るよ、私意外といいやつだから。いや、姉子はすごいいいやつだけど、いい人なんですけど、意外といいやつだから。結構飲んでます。うん、でも姉子強いですよね、お酒。昨日でも朝6時まで飲んでたからね。びっくりだから。そうなんじゃ、あそこでも結構飲んでましたよね。飲んだのね。3軒行って、ここ4軒目だよ。なんで事務所が4軒目なの。今日4軒目。いや、違う。今日は何件目。今日は何件目。日付変わってってこと。日付変わって今日は何件目。え、じゃあもう6件くらい行ってるよね。飲んべえか。ずっと飲んでるじゃん。飲んべえか。姉子だって市長さんの味方。姉子は前の味方だよ。姉子って言うけど、私名前紹介していいんですか。あ、どうぞ。木村梨乃です。JMO にも所属してます。女優を目指して頑張ってます。イエーイ。ショールームで梨乃と一緒という番組ルームを持ってるので、見に来てね。いいよ。梨乃です。梨乃って呼んでください。梨乃って呼んでください。お杉でもいいです。姉子って呼んでください。なんで姉子なんだ。お杉。お杉。お次です。お次って、あれはお次ですって。もか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 。なんでそれさ、こないだもさ、ジェモチャンネルでさ、いきなり無茶ぶりされた。もかもかもか。マジで。これどこがカメラなの。これこれ。はい、せーの。はいです。じゃあゾンビの真似してください。ゾンビの真似。なんだよそれ。どういうこと。ゾンビの真似。ここ片付けてよ、全部。ここ片付けて。じゃあさっき、貞子の真似して、貞子。ああ、やだ。じゃあ、前が BGM 流すね。流して。じゃあ、行くね。そうそう。これ、吸い取るね、全部。なにこれ。これ何なの。前のロボット。気持ち悪い。え。え。おお、まだよく見てろよ、いいか。ええー。いか見てろ、この演技に全てはかかっているぞ。え、私がやるの今。何それ。私のために吸い取ったんですかこれ。そうだよ。前は BGM 役だから。怖いんだけど。貞子の前は BGM 役で、ここに向かって行くっていうシチュエーションね。わかった。マジか。そう。え、もうすごいよね、この事務所。いくよ。何すんの。え、こっからもう這いつくばってここに行くみたいな。もう、ホラーさを演じてください。ホラーさを。じゃあ前は今から BGM に流します。行、きます。来る、きっと来る、きっと来る。これマジで来る。次に どんな舞台出たいですか。どんな舞台出たいかな。結構キャストの人数が多いやつがやりたいかな。ただ内容的にどんな感じの内容の舞台出たいですか。なんだろうな、出たいな。あ、でも普通に戯曲とかやりたい。戯曲って何ですか。昔、なんて言うんだろう、ハムレットとか。ハムレットって何。シェイクスピアとか。セックスピア。セックスじゃないよ。
P だよ、今の P だよ。アイドル、ちょっとアイドルじゃないよ。あ、そうだね、グラドル、グラドル、グラドルなんですか。そっかそっか。ロミオとジュリエットは、そうそう、それとかシェイクスピアでも。え、じゃあ前あのお城の役やる。お城の役やるの？お城役ってなんだよそれ。前が何それ、どういうこと。前が佇まいなの。前がこう気になる、佇まいどんなの。前がちょっと変になるから。前が2回ぐらいで変になるから。変になってその上に私が乗っかってる。そう、乗っかってる。おー、ジュミアって、ね、ジュリエットって言うんだけど、腕プルプルすんだけどみたい。早く、早くもう言う、早くもう結ばれてって言ったらしい。金の亡者？お前みたいなこと言ってるやつに限ってよっぽど金の亡者なんだよ。お前みたいなやつに限って金金言ってんだろ、どうせ。私なんか貧乏生活してんだよ。金に裕福してると思ったら大間違いだぞ、お前ら。どんな生活をしてるか。毎日毎日草の雑草をチキッて下げて、キカ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 って食べて。雑草食ってんの？雑草食ってない。え、でもつくしは食べる。毎日つくし取って、すっげー量取って、全部剥いて、お米炊いてさ、つくしのバター醤油炒めとか超うめえから、マジであれ。うん、食べたことないな。嘘、超美味しいのあれ。つくしのバター醤油炒めがすごい美味しいね、あれね。もうほんとこんぐらい取んなきゃちゃんとした食べれる量はないけど、ほんとちょっとしかなくなっちゃうから。あれが美味しいんだよね、あれ。つくしの苦いけど、ちょっとバターの香りと醤油のあれが味があってすごい美味しいんだよ。でも今ちゃんとしたつくし取れるとこってなかなかないわけ。そうか。初見さん、ここは酔っ払いの前を見て笑う部屋です。お前人を見て笑いもんにしてんじゃねえぞ、ほら。ノリがニコ生っぽいな。ニコ生なんか見たことねえよ。嘘つきめ、お前のが嘘つきだ、バカ野郎。ほら、今、全員に今ね、コメント返してるからね、ちゃんとね。後ろのパンツさんはお友達ですが、お前はな、お前がパンツの友達だ、ただの。お前がパンツだよ。よし。よし。まあ俺も初めは笑い物にしてたけどな。そう、それが私、それが徐々に私への愛に変わっていったんだよね。知ってる。そうなんだ、お前らいい加減ね。お前ら長く見てるやつは私を好きになれよ、笑い物にして。え、正直に言わないと。どういうこと？ママの言ってること難しくてわかんないね。うん、まだ好きになってない。もっと頑張って。あのね、あのね、頑張ってる人に頑張ってって言うと一番辛い言葉だとしてた。してた。頑張ってるかアピール。じゃあ 今から前は俺物語の大和さんみたいになるから。ちょっと見たことないから分かんない。あのねって、あのね、すっごいね、あのね、謙虚で可愛くて毎日ケーキを焼いてくれるような。ちょっと来週までに見とく。うん、すっごい可愛いんだよ。だってやっぱりさ、みんな可愛い方がいいんでしょ。じゃああと10分ぐらいそれやってるよ。ブサイクでもみんなやっぱ可愛い方がいいんだよ、やっぱ。ブサイクが激アツだって、ブサイクが可愛がってた方がやっぱみんないいんだよ。だから可愛いキャラでやるって。あと10分ぐらい。10分なの？たった10分なの？ね、ただ10分しかダメなの？20分ぐらいやってていいよ。明日マナだよ。あのね、明日マナだよ。可愛らしく見えるやつは大半猫かぶっとる。え、そんなことないよ。ジクスさん、ジクスさん絶対そんなことないよ。私、え、そんなことないよって。ヤマトさんこんなことやんの。